サラカイグリーン。写真、アリアルトサラ、フランチェスカ・グリーンは、現在、ヘルシンキ大学の社会人類学、文化人類学の教授である。専門分野は、国境問題、空間関係、ジェンダーと、制約あり、情報通信技術である。ギリシャ、イギリス、アメリカ、イタリアに居住歴があり、現在は、フィンランドのヘルシンキに住んでいる。 2016年9月、グリーンは地中海地域における新規研究開発のために欧州研究表議会雇度助成金を授与された。このプロジェクトはクロスラケーションスと呼ばれた。また、重点分野とは異なるが、地中海地域における輸送、貿易、旅行を扱ったフィンランドアカデミーのプロジェクトについても助成金が与えられた。 サラグリーンはイングランドサフォークのレッドグレーブで生まれた。彼女はレスボスとアテネで育ち、そこで学校に通った。その後、家族と共にイングランドに引っ越し、引き続き学校に通った。テキサス大学オースティン校で一時期を過ごした後、イングランドに戻り、ケンブリッジ大学の学部生となり、考古学及び人類学のトライポスを修了した。アメリカでの短期研修の後、 1988年にケンブリッジ大学の博士課程に入り、1992年に社会人類学の博士号を取得した。彼女はケンブリッジ大学の研究フェローを呼び、客員講師として研究職を開始し、1995年にマンチェスター大学に移った。2006年、彼女はマンチェスター大学で人類学の教授に就任し、 また、社会人類学の学部長を務めた。グリーンは、イギリス国内の複数の大学で、客員教員を務めたほか、フィンランドでも、客員教授を務めた。彼女の研究テーマは多岐にわたっているものの、主たるコンセプトは一貫して、場の概念となっている。彼女は、様々な現地調査プロジェクトを通じ、人々が自分自身をこの世界において、どのように位置づけし、 自身と他者がどのように関係しているかを文字通りの意味そして比喩的な意味の両面において探求してきた。グリーンはそのような場を探す行為について社会的な要素や認識論的な要素のみならず政治的な要素とも密接に関連していると考えている。彼女の研究テーマとしてはロンドンにおけるジェンダーと制約割に関する政治、マンチェスターにおける 情報通信技術を強力に促進する政治、アルゴリド渓谷と、ギリシャ北西部における環境と、土地劣化の認識の変化、ギリシャとアルバニアの国境における、国境関係の概念、バルカンの出現、消滅、再出現、英華界における貨幣の循環、信頼の概念とイギリスの新しい金融エリートといったものが挙げられる。そして直近では、 ヨーロッパと遠部における国境の考え方の変遷を扱っている。彼女の研究活動の大部分は学際的な研究チームによる組織として行われた。彼女は若手の早い時期からアルカイオメデス1とアルカイオメデス2のプロジェクトに参加。このプロジェクトは環境認知と政策立案を調査するための EU 出資プロジェクトであった。2004年以降、 イギリスエスクの社会文化変化研究センター内でコーディネーターとして様々な研究活動に関与。2006年からはヨーロッパ地域東園部の国境及び国境のでの実務に関連する概念的問題及び経験的問題の両方を調査することに特化した国際的な研究ネットワークを構築してきた。イーストボードネットは2008年に コストから資金提供を受け、グリーンは研究責任者を務めた。国境調査に関連する様々な主題が扱われ、国境調査に向けた新しい概念的アプローチが開発されました。このネットワークには27カ国が参加し、2013年1月にベルリンで開催した第2回国際会議には280人超の研究者が集まった。 このネットワークは継続中であるが、コストによる資金提供は終了している。マンチェスター大学出版会では、グリーンを編集長として、国境の見直しと題した新書シリーズの出版を企画した。このシリーズは、イーストボードネットプロジェクトによって得られた、国境研究に関する成果物やモノグラフを集約するものであった。2011年、 彼女は人類学の分野で最大の国際会議であるアメリカ人類学会にエグゼクティブプログラムダイレクターとして招待された。この年はモントリオールでの開催であった。2006年にヨーロッパ人類学最優秀貢献ダグラス賞を受賞。ポーランド語とギリシャ語に翻訳された。ありがとうございます。